はこんなレンさんが、はい、最近どうしましょうね。あの僕、はい、あの ESFP だ、あ、カーシー博士では ESFJ だって言ってたんですけど、はいはいはい、ここでは16タイプでは ESFP って言ってたんですけど、うん、最近自分が ENFP でしっくり来てしまっていてはいはい、はい、ENFP にしてみてもいいですか。大丈夫ですよ。じゃあ ENFP の僕とレンさんが付き合ったら、はい、あので僕泣くからね、レンさん、あの僕詰めると泣くよということで ESTJ と ENFP で付き合ってみましょうごめんなさい一つの特質も共通しない、はい、ISTJ と ENFP、うんうん、互いに自分にないものを持っている相手に惹かれる、うん、ESTJ は ENFP 型の元気なところ、楽観的で創造性のあるところ、愉快で冒険好きなところに惹かれます。一方 ENFP は ISTJ の落ち着き、責任感の強さ、冷静なところ、集中力、成熟しているところ、浮ついておらず頼りになるところに惹かれます。わかる。また ISTJ はもっと断固とした態度をとり、対立を恐れず自説を主張し、現実や事実にも目を向け、きちんと手順を踏めばミスをせずに済むと ENFP に助言します。いや、なんか説教されてるみたいでしたもん今。すごいドキドキしました今。説教されるんじゃないですか多分付き合ったら。あそっか、あなたはもう少しこういう風にした方が。これね、僕不利ですこれでね。僕はね、うんうん、この ENFP は ISTJ 型に、うん、時にはリラックスし、うん、もっと人生を楽しみ、うん、新しいアイデアや変化を柔軟に受け入れようよって言うじゃないですか、うん、はいはい、じゃあそれを理屈で論理的に述べなさいって返されるわけじゃないですか。なぜですよね。はい、言えない説明できないってなっちゃうんですよね。で、相手に不満を覚えるのは ISTJ 型は平凡な日常を好み保守的ですが、 ENFP は多くの刺激を求め、常に未知の人に会ったり楽しんだりしたいと思っています。そんな ENFP に付き合っていると ISTJ は疲れてしまい、もっと静かに過ごしたいと不満を覚えると、また ENFP は変化を求め、無限の可能性について語りたいのですが、 ISTJ はあくまで論理的に考え、不可能なことについて延々と喋るには無駄としか思えずイライラします。喧嘩をすると ISTJ は黙って自分の殻に閉じこもるが、 ENFP は和解して調和を取り戻したいと思うため、だから僕謝るんですよ、うん、和解して調和を取り戻したいんです、うんうん、謝る、うん、と思うため、つい口論をふっかけてしまいます、うん、そして負けますとは書いてないんですけど、はいはい、口喧嘩は分が悪いですよねそんな ISTJ さんと良好な関係を築くには、うん、ごめんなさい、家の外の社交や活動にあまり関わりすぎないように、うん、背中のマッサージや性愛など肉体の接触をしよう、うん、これ初めて出ましたね、はいはいはい、まあ言ってわからんならってことですよね。言ってわからんならなら、うん、その触れ合うことで分かり合うこともあるよねって、まあ、言ってわからんならは関係ないじゃないですか分かってもああなるほどなるほど一見ね、そうですね、うん、外見、業績、うん、経済的寄与など具体的な例を挙げ褒めようと。 ISTJ 型の儀式や決まりを尊重し、変化を辛抱強く待とうとありますね、うん、レンさん、説教はしないけど自己管理できるようにプレゼントとかで遠回しに工夫しますねと。あなたはこういう風にした方がいいよとは直接は言わないけどって、遠回しになんか手帳とかもらうの俺これスケジュール帳とか そういうことじゃないですか。あ、そのスケジュールがなってないと思えば、なるほどこういう本がいいよとか言って言われるんじゃないですかなるほどなるほど。でもまあ、うん、自分の欠点が優しく言われて、うん、
それが伸びるなら、うんうん、僕はなんかその好きな人に言われるならやりますけどね、うんうんうん、とこれすごく面白いんだよとか書いてプレッシャーですね。なるほど。